M の発音 MAP の MA って音です。こちらの発音を練習していきましょう。こちらは、赤ちゃんが最初に覚える音と言われています。これはもう本当に、口の力、特に唇と唇、これをうんって閉じて、って解放するだけなので、すごく簡単です。で、力を抜いて、閉じて開くだけで、これでフェードアウトするところまでが、M の発音になります。で、これができたら次はあいうえおをつけて真似をしてください。もう一回いきます。これができたら次のステップです。こちらのマップ、このあをしっかりゆっくり大きく大げさに発音して真似をしてください。マップマップマップ、何度も練習して、M 発音をマスターしていきましょう。